守ると3人目議員を生み出していただきたい、党首を送り込んでいただきたい、そして復活のために予算委員会で、総務委員会もそうです、いろんな委員会で切り込む、その作業をまたさせていただきたいです。まだ辞めるんじゃないですか。さっき言いましたよ、ここで当選させていただいたら、きっちりこの任期の3年を辞めない、こうに言ってましたらですね、絶対辞めさせません、次は一緒にやりたくないようにやります。今回は、これ、2年出ましょうよと言っちゃった私、犯人が聞いたのが、これで当選させていただいたら、絶対辞めてます。私は、最初2人で、いつでも。それが今日の会談の皆さんへの会談ルールだと思います。しっかり、この話を聞いていただきましたけれども、なんか最初、この間話を聞いたら、最初本当に一人で、初めて、大変なことを、こうした中でいろんな、今、教授会にやってくださる方、今日ボランティアで来てくださっている方、多くの方の力を得て、ここまで、だから、だからこそ、自分自身が議員でありたいがためにずっととどまって、参議院議員で続けるわけにはいかないなと、本人に言うんです。止められるわけないでしょ。男が、熱い男が、決意を固めて出るって言ってるんですから、我々としては全力で応援する。そしてそれは、何よりこの埼玉の皆さんの、埼玉のためにもなる。私、丸山大高はそう確信しています。この国を変える第一歩にご支援させてください。ご専念埼玉からこの国を変えてください。あとは、なんか2、3人とから公明党、立憲、国民、優勝で送らせてもらうんで、そして今回候補出さない令和維新、これまでの既存政党がみんな応援するような、頑張ります、もしくは裏で支持するような、そんな議員なのか、振っていくのか、それとも新しい可能性の次の時代の日本を作っていくために、停滞している日本を変えるために既存議権を潰していこうか、そういう議員を作るのか、どう考えても後者ですよね。立花隆ですよね。本人は正義か悪かって言ってます。非常に分かりやすい。ぜひ埼玉の皆さんに正義を示していただきたいと思います。立花隆本人に参りましてですね、ずっと映像を撮らせていただきます。本当に大きなマイクですいません。私もこのテンションでずっと話してるだけなんですけど、でも熱い思いを聞いていただきたくて、すいません。そしたら恐らく選挙を取りに一緒に行かなきゃいけないんですね。難しいなれるかというふうに思いますけども、最後まで皆様に皆様に最後までお願いしたいと思います。ぜひあのコラボポスターすごく貼って回らなきゃいけないんです。私も丸山穂高もしっかり自分自身で一緒に行きますけども、JR パスですよ。大野さんも応援してくれたから、これなん上田さんを支援しますって言ってたら、完全無所属って言ってたから、そういう全面的な支援がないっていうのは、まあ、ね、そんな JR に全部まとして、あれで、そうだったら、そうだったんですよ。その場その場で領収書を作ってもらって、かかった分だけ、国会議員だけすごいどんぶりかかると、ね、JR ただで乗せてんじゃないんですよ。 JR 取っ払ってないんです。国会議員の JR ただの分、全部 JR に国民の皆さんが税金から払われてる。これも取ってるんですよね。なんかね、もう言ったところで、あなた今回の国会ですよ。 NHK からそうですよ。 NHKこんなズルばっかりして NHK がやっぱり筆頭だ、首都圏で筆頭だっていう足原隆の言うことは本当に正しいと思います。いや、みんな声上げないんですよ。声上げたら叩かれる、声上げたら議員の人になってるかもしれない、先輩議員から何を言われる、そんな議員ばっかりしなくて、やっぱりあの人も
対いけないなと思ったから覚えます。ちょっと跳ね返りなんで、何でも感じてきました。もうがっかり切りましたよ。まあ、最初は8点。今何も一回しやすかったんです。疲れたのに、我々もなんかだけは言ってない。痛いらしいんですよ。じゃあもうずっと話してよかった。ずっと話してればテレビ変えれない。いやー、させない、いよいよ始まりましたね。はい、YouTube の皆さん見てください。まあ、誰もこの1週間前にはこの戦いを予想していませんでした。まあでもね、しかし、この浦和駅西口、もうこの突然の、そして平日のこの日中だというのにこれだけの人が集まったというのは、これはもうね、勝てという。全国、まだやるそうです。勝てっていう。まだやるそうなんで、ね、あの、皆さん、もう、お前の話じゃないからいいよって方は、言っていただいてください。本当にね、態度がね、気迫で伝わってきました。まあ、これからちょっと17日間、この後、まあ、あの埼玉放送局の方に、しかし、先ほど、夕方、テレビ埼玉の方に向かいます。何としてでも、何としてでも、何としてでも、勝とうと思ってますんで、ただ、過激だったみたいで、最近広告止められてる。ぶっ壊す。前ぐらいからなんかしょぼっとしてるのが見られました、ね、多分おそらく、まあ、YouTube も今厳しくなってるみたいでですね、だからいろんな方に聞いたら、例えば YouTube でこれぐらい儲かりましたっていうのを言うだけでもダメなんです、見られてしまったり、まあ、私なんかよりプロの方が YouTuber の方がいっぱいいるんで、何言ってるんだって話、本当に今 YouTube も厳しくてですね、あのあれなんです。ただ普通のメディアとは違って切り取られないですからね。多分丸山穂高の北方領土の発言も YouTube で撮ってればこられなかったんですかね。いや、多分全部流れてても同じだと思います。でもね、言いたいことっていうか、おかしいことは言わなきゃいけないと思いますよ。やっぱり本音で語らないと、このままで本当に領土問題解決するんですか、誰もが思ってるのに、誰もが思ってるのに、韓国が竹島返してくれるんですか、誰もが持ってるのに議論すら起きない。挙句の果てに私には球団でもやらないように言えよ、やるよ。もう私はね、本当にね、性格本当にしつこいですから何度でも言いますけどね、私には出しといてですよ、私には出しといて、なんで北朝鮮とか韓国とかロシアに出せないんだ、もう声を大きくして言いたいですよ。もうこういう議論もうだっていっぱいなってるんですよ、周りに。あとは、まあ、なんだ、駅に行きます。そう。私は、お疲れ様です。何話しましょう。こんな状態ですよ。江戸時代の越後屋とこ何からしたか想像でしょ、これ。もうね、これに関してはさすがに埼玉県民舐めすぎだぞと思ったわけですよ。それはね、投票率が 24% や 26%、 これは埼玉県の人当たり前だと思いますよ。越後屋やお代官様が選挙に出ても越後屋もお代官様も一緒じゃないですか。だから皆さんが選挙に行かなかった。でも今回はね、私は多分正義ですよ、多分ね、自分で正義言ってもおかしいんで、僕が正義かどうかはメンタリスト大吾さんの動画見てください。発信してもらって、絶対に気に入ってませんからね。気に入ってませんから、すごい人気インバウンド、絶対に気に入ってませんでね。気に入ってませんよ。浦和駅西口でやってますけど、気に入ってませんからね、言っときます。現状がいいんですけどね。でもなんかまんざらでもないみたいな。いいですよ、立花さんの映像と BGM に絶対に気に入ってません。出陣好きですよ、皆さん。おばさん、行きます。かわいい。もういいですか、本当に。もういいでしょ。じゃあその格好で演説を。だって長いのに離れたら嘘をついたら失踪する社会だから。だから僕は皆さんなら市民の声なんて聞く気全くないですよ。だって市民の声聞いたら NHK の受信料なんとかしてくれるでしょ。そうでしょ。 NHK に金なんて払いたくない。この市民の声を政治家は右から聞いて左から、右からってなんかありましたけどね。あれ
政治家が当選するために皆さんに嘘をついて票をもらうんですよ、騙して。10ヶ月も年収がこれね。まあまあやっぱりちょっとやった方がいいんじゃないですか。丸山先生に言いましたら面白いですねって。いや、それでね、やっぱりそれやめなあかんわと。何のために丸山先生をスカウトしたか。俺が辞めてる間、彼がいることによってうちの党は残るんです。彼がいなければ党がなくなったんですよ。全然思いますけど、この戻る期間のたった3週間とかの間に国会議員がゼロになると 2% 超えていても政党要件がなくなるんです。だから丸山穂高という衆議院議員が NHK から国民を守る党に今一人います。僕がさっき届け出を出した瞬間に、今日の8時30分に僕は議員を失職して、うちの党の所属議員は今丸山穂高一人です。でもこの一人がいないと政党要件を失う。だから丸山穂高議員がうちの党の、もう今死んだらやばいですからね。今日10月27日の投開票の埼玉の補欠選挙に勝たせていただいて、議席が3つになります。この順番、この順番、もうね、いや、ありがとうございます。この順番なんですよ。これしたいと思いましたよ。ほとんど言えば言うほどいじめられるから、NHK の中で、いやいや、だめでしょ、受信料をもらって、その受信料で、あれ、そうだったでしょ、子どもの頃に。でも、NHK はそれは、黙っとけっちゅうんですよ。そんなことしたら NHK が潰れるっちゅうわけです。いやいや、ちょっと待ってくれと。NHK が潰れないかもわからんけど、その前に日本が潰れるぞって言った。国が潰れるって。え、そんなにお金が欲しいんだったら株式会社に就職しろよって言ったんです。NHK に就職しておいて、不正をに対して目をつぶる。僕多分まともでしょ。子供の頃から教えられる人もやったらそれです。親や学校で教えられる人も教えられたことをやったら、NHK ではやった。そのことと今回一緒ですわ。今回では立場を見て、すごい変人。でも間違ってないはずです。これはここに集まっていただいた皆さん、大勢の皆さんがいらっしゃって、選ぶ人がいなかったんです。もうあっちも既得権益、こっちも既得権益、醜い人同士の争いだから行かなかった。でも少なくとも今回、多分僕はそんなに醜い人間じゃないと思います。多分ね、ぜひ判断してください。だから他も正直ね、国会議員の罰外してちょっとホッとしたんですよ。ちょっとホッとした、楽できるかなと思ったんですけど、電車乗ってね、一般人に戻ったと思いながら、ここはってきたら、あかん、これまだやらなあかんわと思います。だからぜひやらせてください。特に国会参議院の仕事をさせてください。こんな感じで終わりたいです。すいません、最後に一緒にまず既得権益をぶっ壊す、NHK をぶっ壊す。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。NHK をでっかい。
ありがとうございます。